おい、デュラン、出番だぜ。しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。両者前へ。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。はじめ。ブルーザー、今日こそ決着をつけてやる。よし、いく。おらよし、このまま一気に肩を。まいった。そこまで。ユランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となる。親も病気で亡くしてからは、叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。眠いな。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てる。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。すまない。ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後一週間そこに留まってロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと本望だったと思います。シモーヌ、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも。姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった。ありがとう。シモーヌ！
いけねえ、うっかり寝ちまった。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは、なかなか勘の鋭いやつだ。何がおかしい。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るな。まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん。とどめだ。城内に侵入者がいるぞ、探せ。命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ慌てなくても、こいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て、昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。目撃者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう。まあ待て、敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手。今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため、こちらからもスパイを送り込んでくれ。よい。アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに。少し街を歩いて頭を冷やそう。
ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃのう。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろ。うるせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。やいババア、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。いい、何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。さあとっとと出てっておくれよ。クラスチェンジか。あのグレンの魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一挙生徒ウェンデルまで行ってみるか。あのグレンの魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。ほら、同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前に。国王陛下が？ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。きっと戻ってくれよ。Thank you.
旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかりにむざむざと敵を逃がしてしまい誠に申し訳ありません。私はあの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱したあの魔導士を、私はあの魔導士に打ち勝つまではこの城には戻れません。そうか、わかった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。
の魔導士め、俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。グレンの魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。